ゴシックメタル、ゴシックメタル、ゴシックメタルとは、ヘビメタルのサブジャンルの一つ。ヘビメタルの激しさとゴシックロックの単美性を合わせ持つ。1990年代初頭のヨーロッパで、ドゥームメタルとデスメタルの融合ジャンルであるデスドゥームから、発展して成立した。その音楽性の定義は曖昧で多岐にわたるが、歌詞については、大方が、感傷的で、ゴシック小説や、 個人的経験に着想を得た悲しげなものが多い。他のメタルジャンルよりも女性ファンが多い。ゴシックとはパラダイスロストの1991年のアルバムゴシックに由来する。しかしながら真の発達に伴いパラダイスロストの正当的な音楽性とはかけ離れたバンドも多く存在するようになり、何をゴシックメタルと呼ぶかは定まっていない。のロース。 ウィリアムズやシスターズ・オブ・マーシーのアンドリュー・エルドリッチのようにゴシックというレッテルを否定するミュージシャンもる。ゴシックメタルのジャンル内ではアフター・フォーエバーや H.I.M. ナイト・ウィッシュのメンバーは自らをゴシックメタルと呼称することを控えたり否定している。ただしパラダイス・ロストのメンバー自体は このような自らの音楽性とかけ離れたバンドがゴシックメタルと呼ばれることになんだ問題はないとバーン。氏のインタビューで答えている。ゴシックメタルの音楽性を形容して、深淵な、抑うつ的な、ロマンティックな、情熱的ななどと様々な言葉が用いられるが、最も多いのは暗いバとされる。ゴシックメタルはヘビメタルにゴシックロックの暗黒性。 単部位性が加わったものとも表現されてきた。レビューサイトオールミュージックでは、ゴシックロックの冷たくて高涼とした雰囲気にヘイメタルの激しいギターが混ざり合っている。正統派のゴシックメタルは、神秘的なシンセサイザー音と陰鬱な構成に重きを置く、ゴシックロックからの影響が大きいと述べられている。ゴシックメタルはバンドによって、ゆっくりとしたテンポ、破滅的な世界観や、 オーケストラ風で壮大というように特徴が異なるジャンルでもある。A1 フェリー、アートロシスのように、アナセマ、パラダイスロスト、マイダイイングブライドなどの黎明期のバンド同様、ドゥームメタルのバックグラウンドを持つものもあれば、グレイブワーム、ダラスティック、サムゼストラウムのように、クレイドル・オブ・フィルス、ティーターズ・デス・バンプヤーズ、ムーン・スペルなどと同じく、ブラックメタルのアプローチを取るもの、シレニアや エピカのようにシンフォニックさを全面に押し出しているもの、インダストリアルやオルタナティブロックとの接近を図ったものなど様々である。しかし多くのバンドに言えるのはギターのアルペジオ奏法、シンセサイザーによるオーケストレーション、バイオリンやフルートなどのアコースティック楽器などによってリレーさを演出しているということである。ゴシックメタルシーンには様々なボーカルスタイルがある。 リードボーカリストに女性を置くのはゴシックメタルではよくあることである。キャディベリアのようにグロールを駆使するものもあればトリスタニアのビベカステナのようにオペラ風ソプラノを使うもの、ルラークライのターンやレイニオのようにポップ的な歌唱法で歌うものなどようである。一方男性ボーカルではデスメタルのグラウルを用いるもの、透明感のあるカウンターテナーを用いるもの、 ダニフィルスやモートンブランドのようなブラックメタル的な金切り声を酔うもの、ストンバーイのようなバリトンボーカルのようなバスボーカルなどがある。ゴシックメタルは他のヘビーメタルのサブジャンルと比べて女性ボーカルを起用している場合が多いが女性ボーカルのメタルバンドならゴシックメタルと安易に考えるのは誤りと言える。シアター・オブ・トラジェディーリーブス・アイズのリブ・クリスティンは ゴシックという言葉は誤解されているとし、女性ボーカルがいれば、ゴシックバンドというわけではないと指摘する。ゴシックメタルの歌詞は、荘厳で、感傷的なことで知られる。イギリス出身の草分け的なバンドでは、ドゥームメタル由来の、配信苦痛、自殺、生の無価値さといった、悲しげで憂鬱な歌詞、ゴシックロックに由来するメロドラマテイックな歌詞が、歌われた。 マイダイイング、ブライドの音楽は、あらゆる種類の欺瞞や破壊を扱っている歌詞の魅力によって、配信と苦悩に満ち物になっているという。自殺や生の無意味さをテーマにした歌詞は、穴狭などに見受けられる。ブラックメタル系のバンドでは、吸血鬼やゴシックホラーがテーマに置かれる。恋愛、主に失恋などの個人的感情が綴られることも多い。 ホラーとロマンスを融合させた文学のジャンルであるゴシックフィクションはキャディベリア、クレードル・オブ・フィルス、ムーン・スペル、ティーターズ・デス・バンプヤーズ、カサー・アンドリアなど多くのゴシックメタルバンドの歌詞のインスピレーションの源となっている。デュミューザックの批評家、エドワルド・リーバダビはこのジャンルの必須要素としてドラマ性と悲惨な美を挙げている。例えば、マイ・ダイイング・ブライドでは 詩、悲劇、失恋、そしてロマンスといった主題が異なる角度から何度も扱われている。失恋は、シアター・オブ・トラジェリー、ザ・ウーン・ディド、リーブ・ス・アイズなどのようなゴシックメタルバンドに行っても扱われているテーマである。もう一つ、ゴシックメタルバンドの歌詞の特徴として挙げられるのは、個人的な経験に基づくものである。このような歌詞は、アナセマ、イリス、ティアマット、 ミドナッツォル、ザオールドデッド、ツリーといったバンドに見受けられる。グレイブワームは自分たちの音楽性により適していることを理由にファンタジーを題材にすることをやめ、個人的な経験を扱うようになった。楽なコイルの歌詞でもファンタジーや非日常的な事柄は取り上げられていない。これはボーカルのクリスティーナ・スカビアが聴く人が共感できる歌詞の方が良いと考えているからである。 ルラーくらいも愛、憎悪、情熱、苦悩といったテーマを歌詞に採用している。これは人間関係に関する歌詞の方が聴く人が曲を自分たちに引き寄せて考えられるようにしやすいからであるという。ヘビメタルはゴスシーンに属する人の多くによってゴシックロックが体現する価値観とは真逆なもの。つまり粗暴で下品なマッチョと見られている。 ゴシックロックの持つ、より柔らかく、より女性らしい性格とは反対に、ヘビーメタルというジャンルは、普通、攻撃性や男性らしさと関係がある。このような違いがあるにもかかわらず、大胆にも、ブラックサバスの1970年のデビューアルバムを、音楽史上初のゴスロックレコードとして考える、人も少数ながらいる。ギャビン・バドリーは、 黒い暗息日のタイトルトラックは横殴りの雨が降り、鐘の音が響き渡る中取り行われるサタニズムの儀式の模様を描いている。一方、カバーアートは墓地に佇む黒い衣服を身にまとった幽霊のような女を映し出しており、全体的にうっすらとオード色をしたフィルターで撮られていると書いている。その他の評論家は、ブラックサバスを ヘビなゴシックロックのプロトタイプとして絶対的な存在と表現し、バンドの音楽をヘビメタル的なニュアンスから切り離して考えれば、後続への影響力や作品が備えるべき完成度といった点から鑑みても、サバスの初期の5枚のアルバムの中から最高級のゴスアルバムを選ぶことさえできると考えている。ポストパンクのサブジャンルとして、 ゴシックロックが登場する。以前は、レインボー、ディオ、ジューダス・プリー・ストラの若干中性的で、単調のサウンドも、ゴシックと表現されてき。ブルー・オイスター・カルトとアイアン・メーイデンは、ザ・リーパーや、ファントム・オブ・ザ・オペラなどの曲で、ゴシックなテーマを扱っている。ディープ・パープルの楽曲、ストロン・ブリンガーは、ゴスメタルの至宝とも言われている。デンマークのメタルバンドマーシフル・フェイトは、 悪いやオカルトへのゴシックな執着を表現し、続いていた。マーソファルフェイトのフロントマンである、キングダイヤモンドは、ソロでのキャリアを確立した後に、ゴシックストーリーへの興味を追求し続けており、ゴシックホラーを扱った一連のコンセプトアルバムをリリースしている。1980年代には、ミスフィッツの元、フロントマングレンダンジグも、ゴスとヘビメタルの境界線上を探求していい。 1988年にバンドサウィンが解散し、自身の名を冠したバンドダンツヒを結成した。彼はヘビメタルのリフト、ひどく、ロマンティックでくよくよしたゴシック的な感性の融合を試すようになる。スイスのセルティック・フロストはゴシックメタルのもう一つの先駆けで、バウハウスやスージーザ・バンシーズなどのゴシックロックからの影響を自分たちのアルバムへと消化している。 彼らが行った暴力的なブラックメタルとクラシックの要素のラディカルな融合はアバンギャルドと呼ばれヨーロッパのヘビメタルの進化に大きなインパクトを与えた。セリオンのクリストファー・ジョンソンは1990年代のゴシックメタルとシンフォニックメタルのシーンが発展する過程において重要な役割を果たしたとしてケルティック・フロストの1987年のアルバム into the pandemonium を挙げている。また、セリオンもパラダイスロストも、セルティックフロストがいなければ、現在のようなサウンドにはなっていかっただろうとまで、述べている。ゴシックロックは1980年代にポストパンクの、派生ジャンルとして現れたが、その10年の終わり頃には2つの方向性に、分かれていった。1つは、ザ・キュアザ・ミッション・ユーケー、ージーザ・バンシーズなどのように、 より、ポップミュージックや、オルタナティブロックの要素を取り入れたもの。もう一つは、シスターズ・オブ・マーシー、フィールズ・オブ・ザ・ネ・フィリム、クリスチャン・デスのように、より重く、ヘビーメタルに影響されたアプローチを取ることもあるもので、ある。シスターズ・オブ・マーシーは、1980年代のゴスシーンにおける、リーディングバンドの一つであり、ダンスビートを取り入れており、テンポが遅く、 憂鬱で重々しい曲調のメタルとサイケデリアを融合させた音楽性のバンドであった。彼らはフルアルバムを3枚のみリリースしているが、1990年に発表されたラストアルバムビナンスイングはゴシックミュージックとヘビメタルの融合を試みた最初期の例だと言える。1991年に解散するまでフィールズ・オブ・ザ・ネ・フィリムもスタジオアルバムを3枚しかリリースしていない。 彼らは、その後再結成を行って、さらなるアルバムをリリースし、21世紀初頭に、ウゴの竹のコのごとく、現れたゴシック要素を取り入れた、メタルバンドに影響を与えている。この影響は、キーボードの導入やファッションに見て取れるという。オールミュージックによれば、ゴスメタルは80年代初頭から中旬にかけて、現れ、クリスチャンデスが率いた、ロサンゼルスの、 デスロックと呼ばれるシーンを主軸に展開したという。アメリカのゴスロックシーンの父とも言われるクリスチャンデスは、1985年に創始者で、リーダーのロズ・ウィリアムズがバンドを脱退すると、大きな転換を迎える。ギタリストのバロール・カンドが、ウィリアムズの後を引き継ぎ、自身のリーダーシップの下、ヘビメタル寄りの音楽性を追求するようになったので、ある。特に、 彼らの1988年のアルバム、セックスドラッグスやソクリストは、批評家のスティーブ・ヒューによって、もはやメタルの領域に近いと言っても良いような、ヘビゴス・ロックと評されている。ゴシック・メタルの先駆者は、パラダイス・ロスト、マイ・ダイ・イング・ブライド、アナセマなどのイングランド北部出身のデス・ドゥーム・バンドで、ある。この3バンドはいずれもピース・ビル・レコードと契約していた、ため、 ピースビル3と称され、シーンの中核を成した。パラダイスロストの音楽性は、メタリカのブラックアルバム、ゴシックロックバンドの大御所、シスターズ・オブ・マーシーのファンが演奏しているようだと評された。彼らのサードアルバムでは、女性ボーカルやピアノ、シンセサイザーのオーケストレーション、ティンパニなど、楽曲の美麗さを際立たせるものが取り入れられている。 その他の1990年代前半からのバンドには、アメリカのタイプをネガティブ、スウェーデンのティアマット、オランダのザ・ギアザリングなどが挙げられる。ノルウェーのシアター・オブ・トラジディは、女性ボーカルとデスボイスによるビューティーザ・ビースト、美醜の対比の手法を開発した。1990年代半ばには、クレードル・オブ・フィルスやムーン・スペルが、ブラックメタルにゴシック的な要素を持ち込んだ。 90年代末までには、Within t e テー t ョン i o n や Nightwish などにリオーケストレーションを強調したシンフォニックメタルが開発された。21世紀において、ゴシックメタルはヨーロッパのメタルシーンの主流になった。特にフィンランドでは音楽チャートの上位にランクインすることもしばしばである。アメリカではさほど人気はないが、H.I.M. やラクーナコイル、自国出身のエヴァネッセンスなどは、 商業的成功を収めている。日本でも今一つ人気がなかったが、エヴァネッセンスのデビューアルバム、フォールーンが全世界で1500万枚を売り上げて、以降、注目されるようになった。そのエヴァネッセンスの音楽性自体が、ゴシックメタルであるかどうかにつては、疑問の声もあり、彼らの音楽はしばしば、オルタナティブメタルと紹介されることも多い。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。